今回は、弾丸論破 V34 小書券クリア実況スレ。に対するみんなの反応集です。それではどうぞ。七海並に後味が悪すぎた。七海の方は胸張って笑ってたからまだマシだけど、ゴンタの場合自覚なし記憶なしで大泣きだからな質が悪すぎる。もうこのゲーム最悪だよスパイク純ソフト。でもゴンタとオウムが絶望って言った時、弾丸論破であることを思い出してにチャートした。今日はため息しか出ない日になりそう。ゴンタ、オウム、オウムはどこからが嘘でどこまでが本当なんだろう。どこまでも嘘なのかもしれないけど嘘をついていることは本当だからオウムは嘘そのものなのかもしれないな。ゴンタと一緒に処刑されたいって言ったのも嘘？その時の涙も嘘？自分に嘘をついているの。ゴンタが処刑された後に撤回しても、ゴンタが安心するくらいしか意味なさそうだし、真実にせよ嘘にせよ優しさからる行動な気がする。みんなのヘイト集めるんなら処刑される瞬間まで罵倒し続けても結果変わらんやろうし。オウムは確かにヘイトを稼ぐ行動をしているね。そんなことして弾論ではオウムは勝てないのに。というかもしかしてだけどオウム死にたいんか。安全牌だと思ってたゴンタとイルマちゃんに予想外の狙撃を受けてかなり衝撃を受けている。どうして？どうして、オウムの真意の推測は一周してからの方がはかどりそう。とりあえず一回最後までやってからじっくり考えていろんな考察見てもう一周行くのがいいと思う。うん、とりあえずクリア目指して頑張る。ゴンタが推理にいつも以上に参加できてないことに仕方ないよねってならず、違和感を持てた人だけがオウムに石を投げていい。ゴンタの処刑にもショックを受けた尊厳破壊に全力ですね。本当に弾丸論破は V3 のお仕置き、全体的にキャラに沿ったお仕置きを尊厳破壊、精神的苦痛、肉体的苦痛をこれでもかと詰め込んでくるから見てて辛い。ゴンタは4章枠ってことは予想できるんだけどそっち側で。でショックが本当にでかい。記憶がないのも辛い。全部お辛い。そういえば4章で筋肉枠退場してるね。やばい桜ちゃんたちの傷跡が開く。調査段階で消去法的に犯人が特定できて、先に進めたくなくなった記憶がある。証拠推理していくうちにあれ？これゴンタ以外できなくね？ってなるのいいよね、いくねえよ。4章シンプルなのに複雑で面白いよね。サイハラくんがこれだとか言いながら消去法してくとゴンタだけしかできないの、もう。ほんと、スラダンパロまでやっておいて、しれっと黒勝ち抜け狙ってたイルマちゃんはさ、ブレインドライブの横の看板がスラダンパロだったのの草しか生えなかった。桃田の肩を持ちたかった赤松との約束で覚悟決めたサイハラは結果的にオウマの肩を持った俺には絶対できないことだ。俺なら温かな嘘を求めてしまうよ。赤松の思いを貫くことで赤松ロスから引っ張り上げてくれた桃田と対立しなきゃいけないの人の心がないし、赤松の言葉は呪いでもあるなってなる。何事にもいいこと悪いことあるもんでしょ。ここに来て偽証のシステムと対戦相手の手強さで恐ろしさを改めて実感した。いやいやいや、ないないでもやっぱりいやないってやって感じだったわ。ゴンタのお箸発言の絶望感よ。ゴンタが左利きなのわかるかよ。夢のちゃんは悪くないけど悪いよ。なちゃん一番好きだけどやらかしが多いよ。プレイヤーに登場させるのほんと鬼畜。下野さんの演技が圧巻すぎてめちゃくちゃ病みつきになる。4章まあ人によっては二度とやりたくなくなりそうでもあるけど。旧オウマは前から色々考えてたっぽいけどなんで動いたの？突然身内にヤバい奴が出てきて焦ったからでは？旧イルマはなんで勝ち抜けを狙っちゃうほど弱ってたの？昨日まで一緒に飯を食ってた奴がトンチキ殺人鬼だったら気も滅入ります。旧ゴンタはなんであんなに追い詰められてたの？仲間をよくわからない理由で二人殺されたからです。潮の傷跡は深すぎる。高飛車なイルマがオウマを殺そうとする時のセリフがは悪いけどもう諦めて特従の決断らしさが伺えたり、ゴンタはゴンタで自分が体を張る役割なのに誰も守れてない役立たずだからモノクマと戦うって言い出したりと、4章が終わって振り返るとこの2人が精神的に限界来てたのも確かなんだよね。オウマがイルマとゴンタと仲が良かった説地獄すぎて好き。振り返ってみればサイハラの次に絡み多くなかったかあの2人とオウマ。イルマとゴンタはどうしても低メンタルに見えるけど普通に閉鎖空間でシングル時これ気を浴びたら頭おかしくなると思うわ。やっぱ一個殺人が起こるともう後は連鎖だよね。そういう意味では赤松さんの罪は重い。ちなみに桃田も根拠なくかばってるわけではなくて自分の勘に自信を持ってる。それこそ狛江田でいう幸運への自信に近い。プラス実際あの裁判にいるゴンタは嘘をついてはいないから勘も当たってるんだよ。
まあ嘘をついてなくても犯人なんすけどね。桃田の前夜食いセンサーは誇張抜きで100発100中だけど、殺人も裁判もみんなのために言ってた赤松とか、マジで何も覚えてないゴン太とかに対しては真実以外に傾いちゃったり、虚実ないまぜで振る舞ってる大間に翻弄されたりしちゃうっていう見解かなり好き。そのせいでメルヘラなんて言われちゃってるのが悲しい。それでも大間に食らって言ってるのはすごいよね。高精度だからこそ、根は純真だと桃田は信じているである大間がこの章で仲間に殺人教唆とか狙い撃ちで精神攻撃とかする強行に走ると桃田も処理が追いつかなくなるんだろうなって思ってる。それに信じていた犀原の裏切りと取れる行動、それでも翌日には宇宙に轟く桃田会とやってんのおかしいよ。これまでの人生ではその前夜食いセンサーでうまくいってたんだろうし、そこを誇るのは当たり前なんだよな。だけどそれが殺し合いではとにかく空回りして、それへの焦りが4章ではめちゃくちゃよく見える。辛い。そのせいで女子との関係がこじれて辛いことになるというね。無根拠な自信とそれを強引に裏付けできる類稀なる才能の持ち主だから宇宙に轟く桃田海斗の勘は本来は穴がち軽視できないものなんだよね。一応、登場のみんなのためのニュアンスをカンパしたり、犀原のトラウマを克服するための最適解を打ったり、春巻との圧力を鳴らしたりと、他人の心の機微を察知するのは作中でもやれてる時はあるんだけど、裏目に出ることも多くなっちゃってる。このスレの桃田への見解見応えあって好きや。盛り上げ役が二人もいなくなったのもきついけど、桃田が犀原って呼んだのが一番きつい。すれ違いが一番きついって言いますからね。キリギリさんは最終章で和解できたけど、桃田はそれ以前に持たなさそうで辛い。もしかしたら、死んで和解せずに、犀原くんが赤松さんともに引きずっていく死人になるかもしれないのきつすぎでしょ。初見プレイジガチでイルマさんが後ろぐらい理由なく仮想世界で生活することを提案してるんだと思ってました。はい。人を疑わないその心、美しいね。お前は塩でも浴びてろ。あんな振る舞いだけど、自分の才能は世の中にとって重要っていうスタンスは貫いてたよね。キルミーほど覚悟がん決まりじゃなかっただろうから、いろいろが決壊した果ての行動でもあったんだろうけど。というかゴン太に話した目的が全滅なのに、議論中のウーマ明らかに正解を導いてほしそうだったよね。意味わかんねえなこっち。イルマちゃんちょっとこっちが気候に走ったり強い言葉使ったりすると弱々になってしおれるのかわいいね。だからこそ妄想したいウーマを殺すことに成功したイルマルートを。証拠完全に消せるだろうけど自滅するよイルマさんだし。割とメンタル限界きての犯行っぽいんで、裁判まで持たずに最速でめっちゃ難易度低い裁判になりそう。イルマさん黒になったとしたら第二のアポになってくれると確信できる。犀原の嘘に引っかかりそう。プログラム世界の真実を導き出せたのはモノタロウがいたからだしな。イルマがプログラムのことで嘘ついても証明できない以上は厳しい裁判になるとは思う。けどイルマのことを信用しそうな残りのメンツがそれこそゴン太くらいしかいねえや。上にある通りの偽証で引き出すのが鍵になるだろうな。偏見だけど嘘つくのめちゃくちゃ下手そう。そうなるとおっしゃる通りもうゴン太くらいしか信用してくれなくて状況証拠で投票されそう。イルマを疑う空気になったら途端に言わなくていいことまで漏らして自滅しそうな印象まである。イルマが殺人成功しても捜査パートの時点で犯人バレして泣きながら命乞いしてる時に学級裁判開始のアナウンスが流れそう。地獄みたいな学級裁判。まあイルマさんのメンタル豆腐どころじゃないしな。学級裁判に入ったイルマちゃんにはむしろ覚悟を決めてキルミー並みにうまく立ち回ってほしい。下ネタ5割増しの学級裁判イルマちゃんでもあり、犀原くんの嘘に引っかかってからはボロボロと崩れて、それこそアポ枠のように感情で否定してほしい。決定してからは弱々になって汚い涙を流しながら、大間に謝って、意地汚く命乞いして、許して、死にたくない、お仕置きは嫌だ、俺様を殺したらどうなるかわかってるのか、世界の損失だぞ、何でもするからお仕置きだけは、とかって叫びながらお仕置きをされてほしい。お仕置きを開始されて、他のみんなのように顔面ドアップから始まるんだけど、それでもずっと泣き顔でいてほしい。それで最後の瞬間まで泣いているんだ。おっこの章結構謎解けるぞ。俺の推理力も上がったもんだわ。ははあ、あ3日間思い出しては号泣。大好きなみんなバカなゴン太で本当にごめんなさいって最後のセリフが辛すぎる。いつものつむつむ、正直ここまで生きてるの予想外だったな。ここに書いてないけど毎回毎回そろそろ死ぬかなと思ってて、こうなら生き残って外に出て犀原くん助走させろよ。春川ちゃん桃田くんのこと好きなんですか。可愛いですね星。外の世界の真実が絶望的隕石のことと関係あるのかな。
世界滅んじゃった？外に出ない方がいいっていうのは散策で共通してるの面白いな。冒頭のなんか生きてる奄美、思考停止。あれ？死者の書で蘇ったの君？死んでないことに驚いているかもすけどとかなんとか言ってるから、退場したことは認識してるんだね。なんで生きてるの？ビデオレター？4章終わった後しばらく弾丸論破やりたくなかったなぁ。